はい、こんばんは、東松駅です。今日はですね、死刑制度に賛成か反対についてお話ししたいと思います。オウム真理教の麻原元死刑囚が死刑執行されて、EU ヨーロッパあたりではこの日本の死刑制度に反対な声が多いみたいなんですよね。まあ大体死刑制度に反対の方々って大体この理由が大体死刑を野蛮だから、国家がこう死刑国家がもう殺めてるみたいなものだから、これは野蛮だとか残酷だとか殺人に反対、まあ、大体死刑執行っていうのは大体刑務官がこの首でつって執行してボタンを押して吸って死ぬわけですから、これも一応殺人であるんですよね。殺めたってことにもなりますから、これだからこの理由で反対してる方がいると思いますね。僕は死刑制度賛成の方なんですよ。賛成なんですけど、そうですね、こう死刑制度にもやっぱちょっといろいろね、なんていうんですか、大体日本の死刑、法律では2人か3人かな、大体2人か3名ぐらいね、身勝手な理由で殺して、それで大体死刑か無期懲役なんですよね。僕はこう人数でじゃなくて1人身勝手で殺してだったら無期懲役か、もしくは死刑、最悪の場合死刑っていうのもいいんじゃないかなっていうのあるんですよ。でもこの殺人犯ってなんていうんですかね、みんななんていうんですかね、身勝手で殺したってわけではないんですよね。中にはなんていうんですかね、この犯人、加害者が、殺された被害者が、実は人間のクズでした、何人か人も殺してます。それで分かって、大体それで殺したって、なんていうんですかね、奥さんか、子供も殺されてます。それでもう許せなかったから、もう憎しみ、犯人じゃなくてもうこの被害者に対して憎しみが湧いて、許せなかったから殺意が湧いて殺したっていうのもあるんですよね。それの場合だったら大体の場合はちょっとね、なんていうんですかね、15年か20年か、懲役15年か20年か、もしくは無期懲役かなっていうのはがいいのかなと思ってますけど、大体2人、人間のクズがこういう、なんていうんですかね、2人か3人ね、殺しても、無期懲役にしてもいいんじゃないかなっていうのはあるんですよ。大体これも例えもそうなんですけど、愛する女性でなんていうんですかね、強姦でレイプされて、その2人か3人の男にレイプされて、その恋人女性がもう自殺して亡くなったとするじゃないですか。それでこの2人か3人のレイプ犯を犯した人をなんていうんですかね、1人ずつ殺したっていうがあったとするじゃないですか。それでも2人か3人ね、悪者ですよ。それでも死刑っていうまではいかなくて、無期懲役でもいいかなっていうのは思ってるんですよね。まあこれ死刑賛成派とか反対派ってまあいるじゃないですか。まあ反対派はやっぱねいっぱい言ってることおかしいとか廃止論とかの方はなんかね身内同じことこういうことあってもね反対言うのかっていうのもあると思いますけど、まあ一応反対派にもいろいろいますからね。本当まあ賛成派にもちょっとおかしなのもいますから、ちょっとまあ賛成派は、まあ、賛成派で大体加害者のツイートの反応はなんかよりは被害者のことばっかりなんかお話ししてるような気がしてちょっとあれなんですが、まあ加害者にもこういう方がいますっていうのもなんかあんまり言ってないような気がするんですよね。だからまあ一応、まあ、死刑殺人事件とかねこういう殺人はいろいろあると思いますね。はい、死刑制度ねまあ本当ね僕廃止した方がいいっていうのもないですから賛成派なのですからまあ反対の方々の声もちょっとやっぱちょっと分かるかなってなりますね。やっぱ殺人に反対ですっていうのはねそれだからっていうのはちょっとまだ分かりますけど、やっぱ中にはまあ EU の EU じゃなくてごめんなさい先進国ではありえないっていう方々もいますね。はい、まあ日本とアメリカだけだと思います。死刑先進国で死刑があるのはまあアメリカはまあ州によってないところとあるところがありますからね。はい、まあいろいろまあ死刑のない国っていうのはまあ大体なんていうんですか警察官が即犯人射殺して死なせてますからね。まあヨーロッパ EU のヨーロッパの場合も一応なんていうんですかね死刑のない国多いですから。まあ大体犯人即射殺してる国が多いと思いますね。はい、まあ今日はちょっと話長くなりましたけどちょっと複雑な話をしましたね。はい、まあ今日はこれぐらいにしておきます。ご視聴ありがとうございました。では失礼します。